前にできたのすごい。わーわー、綺麗、すごい、これが宮崎の海だ。うわ、波がすごくいいね。そりゃサーフィン来るよね。のお医者様、大海神社。あ、かわいい子もさ。あ、すごい。すごいところに神社がある。これ先行けんじゃない、ほら階段になってるよ。階段になってる。あ、何、何の続きが、すごい続きが来る。竜神伝説。すごい、なんか池の中に玉が落ちてる。はあ、竜宮様を見に行こう。クマのストラップがある。え、危ない。出たー、すごっ、ここに神社があるの。石段が急です。めっちゃ楽しそうじゃん。気をつけて。行こうぜ行こうぜ。
風がすごい風と波と人が一人通れるぐらい。消えたぞ。あ、いた。すごい。滑って落ちたらごめんね。やめて。車乗せないから。うわ、そっちバシャン来るんじゃないか。ライオンキングみたい。ライオンキングみたい。おお、やばい。駅細島。あ、なんかすごい魚のいい匂いがする。なんかここお店がいくつかあるみたいで。あ、牡蠣の匂いがする。牡蠣いいね。こちらがなんと、わあ、細島名物ネタで勝負寿司バイキング。いいじゃないですか。今12月の中旬だけど半袖でいいぐらいの気温です。今日20度ぐらいあんのかな。こっちが食べるところ、2時までラストオーダー。トロトロ、うん、美味しかったね。ここも視聴者さんに教えてもらってね。あ、ねー、そう、ありがとうございます。宮崎在住の方ね、ありがとうございます。美味しかった。あーね、いっぱい情報いただけて助かります。いやー、ちょっと曇ってるけど行っちゃう。馬場瀬に来た。うわ、すごいじゃん景色。今日は風が強いね。待って待って。
探検家の血が騒ぐ。じゃあゆりちゃん上向いてください。はい、上向いても見えるんだけど、はい、うん、はい、もう真上を向いていただいて。あ、ちょっと怖いけど。建前より下見ちゃダメですよ。はい、はい、じゃあ下見てください。わー、あー、ちょっと微妙だった。嘘、超透けてんじゃん。透けてるけど、透けるっちゃ、透けとるっちゃ。スピードダウンしてきました、ゆりが。いつも通り。そろそろ体力の限界だ。そんなことない、元気だ、私は。元気を装って、この後車帰ったらぐったりしてるんだよ。そんなことない。ゆりちゃーん、何撮ってんのよ。あ、足元おぼつかない。まだあんの。笠島灯台。おい、願いが叶うクルスの海だって。願いが叶うクルスの海、柱状岩が波の浸食によって裂け、十文字クルスに見えることからこの名がついた。ここで祈りを捧げると願いが叶うと言われている。大の鐘を鳴らすぞ、鳴らすぞ、せーの。あ、come true。 そこだけ。
なんか気持ちいいよ。ちょっとやってみて。編集日の今日は田舎屋。わー、いっぱいいろいろある。めっちゃ待って、よし、どうぞ。おはようございます。おー、でかっ。そうですね、学生時代学会に出たりとか、先ほども MC 中話してたんですけど、親父バンドを組んだ父親の、はい、